シーンってどこらしょどこらしょ。お皿がなけりゃ熱いやーねってか。おお。よいしょ。あれ、これ。はい。とりあえずレンジでチンしたて、醤油入れよりもねこっちの方が美味しいんだって。ここ茎のところね、ちょん切って種のギリ、種の実のギリギリのところまで、でこの状態もう皮ごとレンジで5分、それだけ。そしたらねこうやってスルスルーっと、あちゃ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 、熱っ。まあ向けてくるとこのようなわけですねって。ちょっと熱いよあんた。あちゅう、ほほほほ。お塩が欲しいな。塩バターでもいいんだけど塩がいいんだ。もうちょっとしかない。んで熱いので皮をですね、持ち手側にくるくると、まあこんな感じ。まあとりあえずそのままいただきます。うん、甘っ。美味しくできてる。うん、うまいよ。ほんとね甘い。まあっという間にね、できるから楽だわ。ほんと普通だったら茹でなきゃいかんだろ。茹でなくていいんだよ。今食べながらちょっとブログをですね、おいだぶんうまいか、わら。うまいよ。うん、塩もなんもなし。でもすごい甘い。俺にもくれ。なんで。まあ取り立てじゃないのかちょっと残念だけどね。ちょっと塩かけてみようぜ。うん、ちょっとだけね。うまいよな塩。うん、うん、美味しゅうございます。でもね、本当に塩なしでも十分うまいよこれ。ベーコンと合わせてもうまい。うん、マヨネーズかけて炙りたい。ああ。基本的に焼きとうもろこしっていっぺん茹でてから作るんだっけあれ。
茹でないと硬い。本当に柔らかい。それ北海道のやつ？うん、徳島。なんで北海道のトウモロコシが徳島来んのよ。めっちゃうまそう。流通もしっかりしてるから全国に届くん楽くるんじゃない？でもその日に取れたトウモロコシっていうのは来ないでしょ、さすがに。まあこれも昨日取れたやつなんだけどね。来るよ、わらわら。来るか？あ、可能性はあるな、言われてみたら。だってその日取れたサンマが徳島に来るもんな、サンマが。今は空輸もあるからな、わら。うんうん。離島で飛行機飛べない時だけな、わら。うん。それ色もいいな、絶対うまい。うん。だって時間経ったとやつってさ、シャワシャになるでしょ、あれ、身が。うん。そうそう、それに硬くなる。うん。しなくなったな、ダブル口閉じて食うと楽、ガツガツいったね、わら。行きましたよ、綺麗に食べましたよ、ほら。ちょっとここに2粒残っとる、うん、ね、綺麗なもんでしょ。もう一本行こうぜ。もう一本あるけどね、今日はここまでということで、ごちそうさまでした、はい、あるんかい、わらわら。あるよ。ちーちゃん大満足でございます。コーンはうまいけど歯に挟まるのが辛い。挟まるか？
結構ね、レンジでチンするだけでもものすごい柔らかくてね、みずみずしくてうまいのができます。レンチンするだけね、簡単ですよ。これを奥歯に挟まる。